なでしこジャパンは8日、国際親善試合でパラ愛女子代表に7、0で対象した。今シーズンの J グ、グはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分お試し実施中、後半に入って、日本の4点リード、迎えた63分、パラグアイの GK、イサベル・オルティがカ衝撃的なミスで5失点目の原因を作って知った。日本は、ディフェンスラインの DF、 宝田沙織、相手ゴール前にロングボールを蹴り入れる。FW、岩渕真ナが反応して飛び出していく。同時に GK、前に飛び出してきたが、そこで、オルティスは逃げ過ぎてしまいボールの落下点を見失すると結果的に、岩渕と並走してきた味方と見合いする形となり、GK と DF の間でバウンドした。ルは、オルティスの頭上を越えていく。最終2話、には、 相手のミスを見逃さなかった岩渕がゴールに押し込み、日本がリードを5点に広げた。気となるロングボールを蹴った宝田は、試合後、身のアシストについて、ハーフタイムに FW が車の動き出しをするから蹴ってくれと話してたので、そこが見えて蹴りました。ちょっと見、てしまったけど、ゴールにつながったので、勝ったと思いますと振り返った。一方、味方も、手も、 ミスを重ねた中で、自身2点目を奪った。フチは、ハーフタイムに、対角線の裏を意識しよう、という話は出ていましたと、宝田の言葉にをつける、ロッカールーム内でのコミュニケーションがあったことを明かした。そして、宝田がも飛距離のあるボールを蹴れる選手なので、かい自分も動き出していたら蹴ってくれまたサオリのゴールにしようかなと、ちょっと触れ、ウカ迷って、 体を入れていましたけど、相手に、されて、ミスもありましたけど、良い形だった、と思いますと、宝田のロングボールの質の、こを称えた。パラグアイ女子代表 GK オルティスの、すが、衝撃的だったが、なでしこジャパンにと、手は狙い通りの形で奪ったゴールだった。ケツ、力不足が、チームの課題であり続ける中、ロングボールを使った崩しの形を見出せたのは、無として、 重要な収穫だ。取材、文、船木渡る。